はい、どうもフォトジェニックチャンネルのマンです。ミッキーです。はい、ミッチーさん、これミッチーさん、この動画が最初になるかもしれんし、はい、後になるかもしれんし、一応紹介しばらくしておきましょうか、はい、うちのスタッフさんで、はい、ちょっとスマートフォンの操作がわからんことが何個かあるとおっしゃってたんで、はい、そういう解説動画の時に登場してもらおうと思ってます。よろしくお願いします。お願いします、はい。で、先にちょっと情報をお伝えしておこうかなと思ってるんですけど、先日上げた動画で、ロボタイムの商品の紹介の時に言ったんですけど、お客さんにマスクをプレゼントしようと思ってますっていう話してたんですけど、子供用のマスクってあんまり今マスクは市販で結構出回り出してるらしいです、はい、中国産とかでよければ。だから子供用のマスクっていうのがサイズも微妙でいいのがないっていうのをよく聞くので、はい、お店のスタッフに子供用のも作ってって言ってみてもらったんで作ってもらいました。これが大人用、いつもお店で配ってる大人用、ネットでも売ってるやつです、はい、前紹介したやつね。で、こっちが子供さんサイズ用なんで、こうやって合わせると縦はだいたい一緒ぐらいですか、一回り小さい、横がだいぶ小さいですね。横もだいぶ小さいです。こっちで合わせるとこんぐらい違うんで、ちょっと子供のモデルがいないんでつけてみてもらってないですけど、これ酒井さんあれでしたっけ、ちょっと酒井さんもいるんで一応あのネットで調べたんでしたっけ、はい、そうです。子供さん用のサイズはこんなもんやろうって市販のやつが、はい、ちょうどなんですよね。それと同じぐらいですね。一緒ぐらいですね、はい、はい。これも2枚1組でいいんですか。2枚1組で、はい、1000円以上お買い上げの方に配ってるんですね、はいはい。ストックも間に合っていけばまたネットショップの方でも売れる同じ値段で10枚。でもここのりかノリですね。これでも洗わんかったら取れへんのじゃん。そんな簡単にな。塗ってるのよりは弱いけど、まあそれでもこの間ほら注意点で言うたけど、塗ってるやつでもなんか洗ったらここのワイヤーの部分色落ちしたやんか。うん、だからもう使い捨て感覚でいいんじゃないの。そうですね。なんかちょっと、うん、なんていうの、ないとき困ったときぐらいの感じで。そうやんな。まあ、僕が京都に住んでて、京都、滋賀、大阪のお店をやってるんですけど、ぼちぼち学校も再開しだしている今日が何日、5月の12日で、大阪も14ぐらいになんか府知事がなんか言いよねんな、吉村さんがなんか言ってくれねんな、はい、とかで再開になってったりすることも増えると思いますんで、子供さん用のマスクももし不足してたら、あのうちでロボタイムなんか買ってもらって子供用くださいって言ってもらったら子供用2枚1組で差し上げてますし、ネットも準備できたらあのショップサイト上げていきますんで、また概要欄に載せとく URL とか載せときますんで、そっちからショップサイトの方もご覧ください。じゃあマスクの紹介でした。で、今日はミッチーさん困ってることが何個かあるっていうことだったんで、何でしたっけ。入力ボタンを下げるっていうのはどういうことかっていうと、例えば何か検索したい時とかに、はい、これでいいか、こうして検索しようとしたら文字が出てきて、はい、なんかあすごいな、出したあかんようなんだしな、コロナ融資とかちょっとお金困ってるんですよ僕も、はい、まあまあその辺はいいとして、なんか調べたいと思ったけどやっぱり消したいという時にどうしたらいいかわからないってことなんですよね。 その時 Android はここに下の矢印が出てるの見えますかね。これピンと押して左側ですね、ここ、はい、これを押してもらうと下がります、はい、はい、ヤフーショッピング販売ですよ、何をしようとしてるんやっていうのがいろいろバレてしまう検索履歴でしたけど、あの別に LINE とかでも何でもこれで見ることはできます。 iPhone は、まあ、残念ながら、消し方がないので、はい、ここのキャンセルを押してもらうしかないという、キャンセルを押すと、はい、消えますんで、はい、SE やっぱり欲しいなと思ってるんですけど、酒井さん返してくれないんですよ。はい、っていうので、まあ、あの文字のキーボードバーっていうのかな、はい、が出てきたのは消せますよっていうこと、はい、あとねちょっと豆知識で、この間おかんが発見したんで僕知らなかったんですけど、 LINE とかで例えば何だろう、いいえって打つときにいいを2回打つじゃないですか、はい、あんなんちょっとめんどくさくないですか。いい押した後ちょっと待たない、もう一回打てなくないですか、同じ行のやつとか。打てなかったです。僕だけかな、知らんかったら僕だけかもしれない、なんか周り見てたらそんなリアクションないんですけど、例えば LINE 開くでしょでこれもう僕のこっち側の LINE のやつなんですけど、例えばああって打とうと思ったら、今まで僕はこうやってあって打った後ちょっと待ってもう一回やらんとこうやって出なかったんですよ、うん、続けて打つといいになっちゃうんですよ、こうコンコンって2回押すといいところなんですよ、うん、これをね
Android はあって押した後この矢印ピッと押すと今タって押しましたタッタってすぐ打てるんですよ。こうやってなんぼでもまたんでもタタタタタって打てるんですよ。で iPhone は他が発見したんですけど見ながらやってるあー押したとこの矢印を押したら、なんぼでもずっと打てるっていうのを最近知りました何年目にしてか初めて知りましたけどもし知らん人がいたらちょっとこう同じ文字打つとき結構多くないですか。なんか多いです。なんでまあちょっと楽かなと思いますんでこの2つ合わせてご紹介しました。今クリエイターさんがいろんなフォトジェニックな、動画とか商品の動画上げてってくれるんですけど間持たすように今パレットプラザのうちのお客様の方がほとんど登録してくれてはるんでスマートフォンの操作でこういうことわからへんとか困ってるっていうのあったらミッチ&マンでいろいろ解説していきたいと思いますんでよかったらコメント欄とかにこんなこと知りたいねんとかっていうのありましたら動画の下の方にコメントっていうところがあるんでそこタッチしてもらって書いてもらったらそれ参考にまたいろいろ解説動画作っていこうと思います。じゃあ今日はこれで終わりにします。ありがとうございました。ありがとうございます。